賛否両論、笠原将弘監修至福の和食ギフト。東京恵比寿、日本料理の名店として知られる賛否両論の店主笠原将弘、笠原が監修したこだわりのギフト。やっぱり和食というのは誰もがほっと落ち着ける料理だと思うんです。美味しい日本料理をご家庭でも手軽に味わっていただくために、日本の至福の味を詰め込んだのがこの至福の和食シリーズです。味がね、濃すぎず薄すぎず、ちょっとした香りのアクセントとかつけてですね、全部違う味わい、そういうね、食べ飽きない感じ、これがこの至福の和食シリーズの、ね、中には詰まってると思いますね。笠原将弘監修豚角煮。下茹でして余分な油を落とした皮付き豚バラ肉を、カツオと昆布風味のタレで柔らかく煮込み、旨味を凝縮しました。皮付きのね、豚バラ肉っていうのはあんまりお家で食べることがないと思いますんでね、まあ、この皮のトロトロ感とお肉の柔らかさ、そこに黒胡椒がね効いてて、旨味がギュッと凝縮した本当に美味しい角煮に仕上がってると思います。笠原将弘監修牛トロトロ煮。食べやすくカットした牛肉をさっぱりとした味わいのソースでトロトロになるまで煮込みました。口に入れた瞬間にトロトロに溶けてなくなっちゃうぐらい柔らかく煮込まれてですね、誰が食べても食べやすく、味付けもバッチリです。めちゃくちゃ美味しいです。笠原将弘監修つくねのかぶみぞれ仕立て。カツオと昆布のだしとすりおろしたかぶでみぞれ仕立てにしました。ふっくら柔らかいつくねにふわいを加えることで食感のアクセントとしています。鶏のこのね、つくねのジューシーさとそのかぶのみぞれがこう口の中でね、一体感になるような、で最後に柚子の香りがふわっと香るような、これってなんか和食っていいなと思わせる味わいにね、仕上がってると思います。笠原将弘監修和の一品料理。甘辛い牛肉に生姜で風味をつけて仕上げた牛しぐれ煮。しっとりとした食感の蒸し鶏にさっぱりした梅ジュレを合わせた蒸し鶏の梅ジュレ仕立て。そして真空調理製法で作ったしっとりとジューシーな肉の美味しさを凝縮したローストビーフ。お肉の旨味を引き立てるソースにこだわりました。ピリッと辛みの効いたわさび醤油ソースや柚子の香りが爽やかな柚子風味ソースがよく合います。日本料理の名手笠原将弘が美味しさ、食感、香りにこだわり監修したお肉がメインの和惣菜至福の和食シリーズ。大切な方への贈り物としてはもちろん、ご自宅用のお取り寄せギフトとしても人気です。いや、めちゃくちゃ美味しいですね。まあ我ながらですね、このお肉の商品はもう素晴らしいと思いますし、伊藤ハムさん本気で作ってくれたなと思います。でどれもですね、こう本当に一から作ったら手間もかかるようなお料理を本当ね、手軽に簡単に美味しく食べられる料理仕上がってますんで、素晴らしい、ね、このシリーズだなと思いますね。幅広い世代の皆様に至福のひとときをお楽しみいただけるギフトです。